お待たせしました。じゃあよろしくお願いいたします。私の方からは3つ、1つは日中韓サミットであります。改めて21から22日東京にて日中韓サミットを開催をいたします。また開催に先立って温家宝総理、イ・ミョンバク大統領は仙台と福島を訪問をされます。菅総理とともに被災地の方へのお見舞いを行うことになります。被災地の方々を励まそうという両首脳の温かい心遣いに感謝を申し上げたいと思います。大変大きな励みになると思っております。また福島を訪れるということで、適切な安全性に関して適切な情報発信をするいい機会になるというふうに思っております。今回のサミットでは私が3月の外相会議で合意をした通り、大震災を受けての原子力安全防災についての具体的な成果を出すことを目指していくことになります。また原発事故を受けて原子力安全を徹底すると同時に再生可能エネルギーや省エネエネルギー効率の向上も極めて重要なテーマとなっていると思います。もちろんサミットにおいては参加国間の協力関係投資協定や FTA といった経済連携を含めて進めることを目指しております。こういったことが地域の平和と安定にとって大きな屈指するものであると思いますし、我が国がしっかり主導的な役割を果たす重要な機会となり、復興にもまた貢献するというふうに考えております。中国韓国との二国間の首脳会談も予定されているところであります。二つ目は19日オバマ大統領が中東北アフリカ地域のについて関して演説をされました。当該地域の政治経済改革と民主化への移行を後押しするという方針を私どもも強く支持をいたします。中東和平については二国家解決に向けた交渉の視線が示されるとともに、米国として現状を打開するためのあらゆる努力を継続するという意思が示されました。できるだけ早期に二国家解決に向けた交渉が再開されることを強く期待をいたします。我が国としてもこの地域の国々が民主的平和的で寛容な社会と持続的に発展する経済を実現していくよう、米国をはじめ国際社会と連携しながら各国の諸改革安定的な体制移行への自助努力を後押しをしてまいりたいと思っております。3つ目、ハーグ条約、いわゆるハーグ条約に関してでありますが、今日政府としてハーグ条約の締結に向けた準備を進め、条約を実施するために必要となる法律案を作成することについて閣議了解をいたしました。これについてはこの福祉の観点から各方面から寄せられる理解も踏まえつつ、副大臣会議を7回重ねてまいりまして、その結果を昨日19日に関係閣僚会議で確認をいたしたところであります。内容はお手元に資料が配布されていると承知をしております。また資料にあります通り、条約に基づいて設置されることになる中央当局は外務省に置かれることになりました。条約を適切に実施をする、この福祉を最大限に実現をするということのために、法務省などの協力も得ながらしっかりと体制を整備してまいりたいと思っております。私からは以上です。ではご質問ある方です。産経新聞の坂井と申します。今日国会でもちょっと議論ありましたけども、韓国の国会議員が北方領土訪問を計画していると、事実を確認中だという答弁だったと思うんですが、はい、その後事実は確認されましたでしょうかというのが1点と、はい、首脳会談、二国間会談が近く予定されていると、その場で
菅総理が何かしらの抗議なりを申し入れるかどうか、現段階の考えをお聞かせください。はい、事実は現在確認中でございます。報道が事実であるとすれば、我が国政府としては遺憾であり、適切に対応したいと、このように考えております。関連してご質問になる方、じゃあ他のご質問になる方、西田さん。すいません、毎日新聞の西田です。ごめんなさい、関連なんですけども、適切に対応したいというのは、要は事前に行かないように要請するという対応なのか、行くかどうかを待ってそこから抗議するなりの対応なのか、どちらでしょうか。事実を確認中でございます。関連したご質問、他のご質問だった、西垣さん。すいません、時事通信石垣です。話は変わりました。普天間飛行場の移設問題に関してなんですけれども、昨日、ちょっと前から2014年の移設完了期限をどうするかというのは、いろんなところで報道等も出てたところなんですけれども、昨日は北沢大臣が国会での答弁で、難しいものは難しいという認識を共有して日米で、で2プラス2での新たにどうするかという議論があってもいいのではないかということをおっしゃったと思うんですけれども、これに関して大臣としては、いかがお考えになってますでしょうか。はい、まず、現状の認識について私も国会でご答弁を申し上げてまいりました。当初から考えられていたスケジュールが後ろに行きつつあることは率直に事実として、認めてまいりたいと思っております。他方で、現在は日米両国間で2014年というのが合意されておりますし、やはり一つの目標をに向けて、作業を進めていくことが必要でありますので、我々としてはしっかり目標を立てて、目指していく、そしてまた現状もしっかり踏まえていく、このことを考えていくことが重要であります。北沢大臣のご発言はそのまま受け止めれば、それはそれで一つの考え方だと思いますけれども、しっかりと目標があるということが大事ではないかと私自身は思っております。関連して西垣さん。すいません、関連で時事通信石垣です。今お話があったのは目標に向けて作業を進めていくことが大事だということであったんですけれども、その目標というのは何ていうんですかね、それは2014年という目標を掲げ続けることが大事だということなのか、あるいはそれを見直す場合でも新しいその目標を立てて、やっていく、いかなる場合でもその目標があることが大事だという意味なのか、それはどちらなんでしょうか。そういうのをいい質問ですって言うんですかね、よく分かりませんけれども、今私たちにある目標は、合意された目標は2014年というふうに理解をいたしております。すみません、 NHK の千原です。近く2プラス2の開催を予定して調整をされているかと思うんですけれども、2007年の2プラス2の時に出された文書では、その再編についての部分も含まれた文書を出されていますけれども、この次回の2プラス2で目指される目標の文書としては、その目標の期限、新しい期限を盛り込むお考えがありますでしょうか。新しい期限っていうのが分かりませんけれどもいずれにせよ2プラス2はできるだけ早く日程を確定をすると同時に、共通戦略目標、そして再編、といったこと、昨年の5月の合意もありますし、そういったことについて、これまでの議論の積み上げを最終的に2プラス2でしっかりと議論して、文書にして発出をするということになると思います。関連します。はい、一応です。その北沢大臣はその難しいものは難しいと率直に議論があってもいいとおっしゃっているわけですけれども、その2プラス2でも新しい目標について2014年ではない新たな期限について議論し、また文書にされるお考えはありますか。今私のところにある目標は2014年の合意した内容です。関連してご質問になる方、はい、そちら
政情新聞の杉山と申します。ハーグ条約についてなんですが、ですね、今ハーグ条約じゃなくてですね、普天間の移設問題に関して関連してご質問の方よろしいですか。普天間関連のご質問は、じゃあ今の方、いや、よければどうぞ。はい、はい、条約承認案と関係法案なんですけれども、国会にはいつ提出される予定なんでしょうか。はい、今日国会でもご答弁を申し上げましたけれども、できるだけ早く提出をしたいと思っております。法案の方も今日お配りをした中にもあると思いますが、中央当局の任務は私ども、そしてこの返還に関する手続きは法務省、そして取りまとめは法務省ということで、作業を進めていくことになると思いますが、この返還手続きに関しては法務省の方は法制審議会といったようなところに諮問していくというようなステップもありますので、ちょっと現段階で全てのプロセスが確定をしているわけではありませんので、具体的な日にちは申し上げにくいところがありますが、方針を定めておりますので、できるだけ早くやっていきたいと思っていますが、同時にこれは家族の問題であり、子どもさんの問題であり、ひいてはそれぞれの方の何でしょうか、人に関する問題になってきますので、できるだけ早くというふうには申し上げましたけれども、必要な議論や必要なご意見を聞くということはしっかりやっていきたいというふうに思っています。関連したご質問になる方、では他のご質問になる方、稲田さん。NHK 奈良です。内政に関してお伺いしたいと思いますけれども、大臣もすでにご承知したと思いますけれども、西岡参院議長がですね、会見やまたさらに寄稿という形で菅総理大臣の退陣を、要求しました。三権の長として別の県の長に対してですね、そのような退陣という行動を取られることについて大臣はどのようにお考えになりますでしょうか。はい、私も議員運営委員長を務めておりました。議会の長としては中立の立場だと思いますので、西岡先生の自身、私も民主党が野党時代、日本国教育基本法の策定、当時西岡先生にこの議論の座長をしていただきまして、私は政調会長であったりしてよく議論いたしました。大変尊敬をすべき方でいらっしゃいます。いらっしゃいますが、議長としてではなく議員としてのご発言だというふうに私は理解をいたしておりますが。関連して稲田さん。そうです。そうすると、その今回の発言は容認できる発言だという理解をしていらっしゃるということでよろしいでしょうか。容認するしないというより、各議員の発言というのの自由は保障されていると思いますので、それについて閣僚としてコメントするという立場にはないというふうに思っています。すみません、共同通信の橋本ですけれども、まあ、さはさりながらですね、一応西岡さんはその議長であって、参院の議長であって、三権分立の立場からですね、三権分立ですねの観点から言うと、どう考えられますか。三権分立の話を、私の持論を申し上げると少し長くなるんですが、議員内閣制における三権分立とは何かという根幹に関わってくると、さらに首班指名の最終的な権限がある衆議院と参議院をどう考えるかと、まあ、そういったことを全部整理をした上で、三権分立なのに言うのはどうかという一言で解決する問題ではないということは、あえて言えば申し上げられると思いますが、ただ先ほど申し上げたように、これまでの議会のやっぱり運営の慣例としては、議長議員委員長というのは立場というものは少なくとも中立の立場として、行うということになっていると思いますし、またそのようにされているというふうに思いますので、今回の西岡議長のご発言は、これまでも政権交代を目指して共に歩んできた、今民主党には席を置いてらっしゃらないと思いますので、あえて申し上げればそういう方になると思いますけど、まあ、そういう議員としての
ご発言だというふうには思っております。西岡先生自身は先ほど申し上げましたように、もうおそらく政界入りされてからは40年どころか50年に近いキャリアであろうというふうに思っておりますので、そういった方がお話しされているということ自身は私も真剣に聞くべきことであろうと思いますし、だからこそ皆さんも大きく取り上げているんだろうと思いますけれども、そのことに対して評価をするのか同意するのかそうでないのかといったことは閣僚としてはコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思っています。関連者ご質問、稲田さん。ここで言ったら質問したんです。 NHK のあれですけども、西岡さんがそのようなことをしていること自体真剣に聞くべきだというのは、それはその菅さんの在り方自体についてもそういうことが言われても仕方ないということ、それだけのキャリアがいる人のだからということだけで真剣に聞くべきなのか、それともそれ以外のことがあって西岡さんの言うことを真剣にみんな聞くべきだというふうにおっしゃっているのか、どうなんでしょうか。しかるべき人物の話は全て真剣に聞くべきだと思っています。関連してご質問で、他のご質問の方、斉藤さん。日中韓首脳会談、共同の斉藤です。日中韓首脳会談の関係でお伺いします。一つ大きなテーマとして風評被害対策、あるということはもうこれまでも政府何度もおっしゃられてきているんですが、具体的にですね、今回 その、中国韓国首脳に対して、具体的にどういうメッセージを発信していくのか、そして今回の首脳会談、日本の風評被害、防止にですね、どのようなですね、防止に向けてですね、どのような役割をこの首脳会談に求めていくのか、この点について外務大臣としての所見をお願いします。はい、今回の会談そのものでもまさに首脳レベルで現状をしっかりとお話をさせていただくことによって、風評被害というよりは 的確な情報が意思決定をされるレベルに入ることによって、今後一層適切な対応をしていただいて、輸入規制強化などというのが緩和をされてくる、日本が安全性をのために安全を確保すべくやっている措置というのに理解をしていただいて、追加的な強化とか緩和という強化とか措置が緩和されるように我々としては努力をしていく機会だというふうに思っています。同時にやはり一つのこういった首脳会談というのが節目でありますので、さまざまなレベルでも当然働きかけも行ってきておりまして、いくつかの協議というのは前進も見られてきているようでありますけれども、具体的な最終的な決定には至っておりませんので、こういった会談を通じてさらにそういったものが最終的な決定になって、措置が具体的に緩和されていくようにというつながっていく加速させる契機にもなってくれればなと思っておりますし、そうなるように努力をしたいというふうに思っています。関連して斉藤さん。京都の斉藤です。今の関連ですが、今お話の中にもありました、中国韓国それぞれ、日本の食品に対する輸入規制を現在実施しております。でその、もちろんその日本としてですね、そのなかなかこれ褒めたりその批判したりする対象じゃないかもしれませんが、少なくともその日本の持っているその安全基準というのがあると思うんですが、これに照らして現在の中国そして韓国の基準というものはですね、どのように受け止めたらいいのか、この点についてご説明願いたいと思います。あともう一点すみません、今の一つ目で、二つ目が現在実務者で原子力のですね、原子力安全に関する会合、今日中でやってます。この意義づけについてもですね、2つ目の質問としてお伺いしたいと思います。はい、1つ目は、中国韓国に限らないわけでありますが、今おっしゃったように基準ということよりも多くの場合は今私どもも直接交渉している中では実質的な手続き基準に合致をしている云々というより合致をしていることを証明をするとか、そういった手続きが煩雑になることが結果として、それにコストがかかるとか時間がかかるということが事実上の規制になっているというケースが最も多いケースだろうというふうに思っております。
であればこそ、あの日本国内でしっかりとすでにチェックされている、安全性が担保されているということを理解をしていただくことが非常に重要な要素になっていると思いますので、その点のご理解をいただきながら、今申し上げたような実質的なそういう、まあ、ハードルをいかに緩和をしていくかということが課題になってきていると思っておりまして、交渉の上ともかなりその部分の方が、これは中華に限らないですけど、あらゆるところでそういった面が大きいのと、またその煩雑な結果として煩雑な手続きをかけられている対象地域をいかに絞っていただくかということが、まあ、大体交渉の大きなポイントになっているのではないかと思いますので、まあ、その辺のところをすでに事務レベルでさまざま議論していただいているものを、さっき申し上げましたように首脳会談を一つの契機に加速化していただいて、最終結論を早く出していただいて、最終的には両国間の経済に資する形で早く還元をしたいというふうに思っています。2つ目が原子力については、専門家の方が来て今協議をしていただいているというふうに理解をしております。まあ、確かに連携を取らせていただいている中で、現在原子力の事故の対応に当たっている現場というのは、引き続き日々いろんな事象が発生をして、これに対応するということでかなり忙しくしていることは事実でありますけれども、他方で広く理解をいただくと、国際社会にも理解をいただくという意味では、専門家レベルで話をしていただくということが最もいい方法のうちの一つであると思いますので、積極的な専門家の受け入れをというのはかねてから私どもとしては、いわば原子力のオペレーションに当たっているチームにお願いをしてまいりました。今回もそういう意味では中国の専門家とのそういった意見交換協議の場が設けられたということは大変有意義であると、このように思っておりますし、例えば外務省が在京大使館などに提供している情報やデータにとどまらず、こういった締めで専門家の方々と協議をしていただいて、一層の理解が深まり、日本が情報を透明性高く出すことに努力をしていることの理解が広まるということのきっかけになるというか、一助になるというふうに期待をしております。他のご質問、そもそも時間ですね、最後のご質問したいと思います。すみません、沖縄タイムスのメカルと申します。今日沖縄の嘉手納基地の方で、米軍のパラシュート訓練が行われているようなんですけれども、事前に外務省にというか連絡が入っていったかというふうなことを確認させていただきたいんですけども、そういった訓練を行いたいということでありましたけど、今日このタイミングで行うということについて、事前の連絡は、入っておりませんでした。しっかりとやはり、連絡を良くしていく必要があるというふうに考えております。こっちもだけ、じゃあこっちがどなたかでしたよね、もしもであれば、はい、それで今の訓練の件なんですけれども、社名と名前を、それで琉球新報の松戸と言います。今の訓練の件なんですが、先日アメリカのレビン上院議員が、嘉手納統合案を提案して反発を強めている中で、強行されたということをどう捉えているか1点と、もう一つはパラシュートの降下訓練は1996年の佐護合意で伊江島飛行場で行うと合意したはずですが、今回は合意に従っていないと思いますが、その対応について教えてください。パラシュートの降下訓練については基本的には伊江島補助飛行場で行うことになっていますが、自然条件などの制約により伊江島補助飛行場の使用が困難な例外的な場合には、定期的でない小規模の降下訓練であれば嘉手納飛行場も使用しうるというのが日米両政府の従来からの共通の理解だというふうに考えております。なお嘉手納においても、先ほど申し上げたように今日このタイミングで行うという連絡は言っておりませんでしたけれども、訓練そのものということについて
あり得るというような話というのはあったというふうに報告を聞いておりますので、特に上院議員の報告があって云々ということの関連性は私どもとしては考えておりません。あと上出さんでしたっけ、最後で。はい、じゃあどうぞ。すみません、手短に。あ、フリーランスの上出です。今日経産省の海田さんで出たんですが、原発外交についてベトナムとかトルコとかに対しての、より安全なその説明をしたり、今まで通り の原発外交とは違うことが必要だというような指摘があったんですが、この、原発問題に絡んで大事としてはどういうようなご認識でございましょうか。今回の事故について検証が終わってないというか、まだ正確に言えば公式には始まってないということなのかもしれませんので、どこに問題があったのかということがはっきりしなければ最終的なことは申し上げにくいところがあるというふうに思いますが、他方で私どもも海外の方と接する機会が多い中では、全体もしくは部分も含めて原子力に関連する日本の技術については引き続き高い評価と期待があることも事実なんですね。で、その辺のところ、ただ私どもとしてもこういった遺憾な事故が発生をした以上はですね、安全について一層の責任があると思いますので、その辺のところはあらゆる場面で安全性強化に貢献をしていかなければいけないと思ってますけれども、そういったことをよく見ながら今後の対応を考えていきたいと、こういうふうに思っています。ちょっと個別の件についてはご容赦いただきたいと思いますが、従来からの原子力に関する日本の協力の要請というのをいただいている中で、数カ国から引き続き要請が欲しいという積極的な、協力が欲しいという積極的な話はご意向もあるのは事実です。よろしいですか。じゃあ時間となりましたので以上で記者会見を終わります。